沖縄、北谷町、宮城海岸。海は綺麗で危険。宮城海岸で思い切り転倒。ここで地図を見ながら位置関係を確認したいと思います。那覇市から国道58号線を北に向けて車を走らせると40分ほどで北谷町に到着します。地図の一番下に観光地で有名な北谷町のアメリカンビレッジがあります。アメリカンビレッジから車をさらに2分ほど北上させて、最初の交差点を左に折れるとすぐに宮城海岸に到着します。宮城海岸は当初浄水場と住宅地のための埋め立て地でした。単なる普通の埋め立て地でしたが、周辺の海岸がとてもきれいだったことから人が集まるようになりました。今では陸からエントリーできるダイビングスポットとして、または海岸沿いを散策できる場所として有名になっています。ただしここには砂浜はありません。テトラポットや岩場ばかりです。また宮城海岸は休日を過ごすアメリカ人が多い場所としても有名になっています。
取れるの？あ、本当。すごいね。遊びで。食いつくんだこれ。下に取れる。あ、もちろん。だからもうちょっと下の掘り下がった。すごい。下につくくらい。あ、本当は小さいんだけどね。大好きのこっち行ったよ。ポイント。何それ？魚釣り行った。あ、魚釣り？うん、行った。いいね、いっぱい魚が行ってから。よいしょ。よいしょ。